コールポーターは、アメリカ合衆国の作曲家、作詞家、本名コールアルバート・ポーター。基地に富んだ都会的な市で知られ、ミュージカルや映画音楽の分野で、多くのスタンダードナンバーを残した。ミュージカル、キス・ミー・ケイトは特に人気が高く、日本でも宝塚歌劇団で、しばしば上演される。インディアナ州生まれ、6歳でバイオリンを、8歳でピアノを習う。イエール大学在学中に、 大学公式応援歌、ブルドッグを作曲する。ブルドッグは、ラグビーのタッチダウンが成功した時に歌われる。卒業後、ハーバード大学に入学するが、最終的に音楽家としての道を選ぶ。1915年、ブロードウェイミュージカル、ハンズアップに、楽曲提供し、本格的に作曲家として、活動を開始する。しかし、翌年手がけた、まず、アメリカを見よが、 2週間で打ち切られるという挫折を経験し、その後パリに渡る。1918年、リンダ・リー・トーマスと出会う。コールは自分が同性愛者であることを告白するが、リンダは結婚に応じた。ヨーロッパでも作曲活動を続け、1923年にはバレエ曲、ビズ・イン・ザ・クオータを作曲した。しかし、依然として成功に恵まれず、 1920年代後半に帰国した。コールポーターとエド・サリバン1930年、ミュージカルザ・ニューヨーカーズにラブ・フォー・セール等の楽曲を提供した。この時も成功には至らず、逆に歌詞の内容が物議をかもしラジオ放送禁止となるが、ラブ・フォー・セールは後年スタンダードナンバーとなった。そして、1932年にはミュージカル陽気な離婚が大ヒットする。 ここでフレッドアステアが歌った夜も昼もはコールの代表曲の一つと目される。1936年には映画踊るアメリカ艦隊にイージー・トラブトを提供し映画音楽の分野にも進出した。1948年ミュージカルキス・ミ・ーケイトが大ヒットしトニー賞を受賞した。1958年には 落馬による負傷が元で右足に潰瘍ができ、手術を繰り返した末に切断して義足をつける。その後も多くの曲を作るが、1964年、人不全のため、カリフォルニア州サンタモニカで亡くなる。1923年、ジェラルド・マーフィーと共同で、ランデットという短いバレエ作品を作曲した。パリで1920年に創設されたバレエ団、 バレエスエドアのために書かれた16分余りのこの作品は後にビズ・イン・ザク・オータに解体されアメリカ移民が映画スターになるまでを風刺的に描いている。シャルル・ケクランによりオーケストレーションされダリウス・ミヨーの世界の創造と同夜に初演されたジョージ・ガーシューンのラプソディ・イン・ブルーに先立つこと4ヶ月前の最も初期のシンフォニック・ジャズの一つである。 1923年10月にシャンゼリゼ劇場で行われた初演はフランス、アメリカの双方の観客から好意的に受け入れられた。翌月、成功裏に終わったニューヨーク公演を皮切りにバレエスエドワは全米で69回公演を行った。1年後の1925年バレエスエドワが解散すると曲のスコアは失われたが、 残された原稿を元に1966年から1990年にかけてミオラによって復元された。コールの楽曲はジャズの素材として好まれ、多数のトリビュートアルバムがある。ありがとうございます。